まとまって多くできてきたんで、そういう意味でやっぱりやりがいはすごいあります。好きな言葉だったら、まあ、世界チャンピオンという言葉はすごい好きですし、まあ、ボクシング始めてからそれをなることをやっぱり目標にしてきたんで、やっぱり世界チャンピオンになることですね、はい。そんな心身ともに充実している王者に挑むのはトップコンテンダーの渡辺純一。発達したヒットマッスルと太い腕から生み出される強打はまさに一撃必殺の武器。この階級では破格の強打で KO を量産してきたサウスポーだ。キャリアにしても何にしても僕よりも本当1枚も2枚も上手だと思いますんで、もう僕は胸を借りるつもりでもうやるだけですね、はい。彼女はいますよ、はい、はい、大事な、そうですね。それ結構昔から言うじゃないですか、ボクシングはにとって女の子はあの敵ですよとかダメですよなんて言うんですけど、この人のためだったら頑張るっていうのがあってもいいんじゃないですかね。二人の夢みたいなもんですけどね。日本スーパーバンタム級タイトルマッチ、瀬川哲夫対渡辺純一。さあ両者がリング中央に呼ばれました。緊張感緊迫感のある試合になることは間違いありません。 KO の可能性も高い一戦です。さあ日本スーパーバンタム級タイトルマッチ、チャンピオン瀬川、チャレンジャー渡辺、どちらが勝利を収めるんでしょうか。さあ試合開始のゴングが鳴りました。瀬川今日も初めから出ていく感じです。ここ何試合か瀬川は1ラウンドからガンガン出ていったんですが、沼田さん、はい、今日もガンガン行きそうですね。まあそうですね、まあ、あの予想してた通りですね、はい、瀬川もやはりその前に出てですね、やはりその攻撃していく一方でその渡辺もその一発パンチありますから、はい、1ラウンド1ラウンドやはりその勝負ね、していく、この予想は変わらなかったですね、1ラウンド1ラウンド目が離さない展開になりそうなんですが、大橋さん、はい、渡辺の左は強烈なんですよね。そうですね、この左というのは拳がね、はい、高いようなね、すごいパンチ打ちますからね、はい、まあ、瀬川の方もねこの距離を取らせておくとこの左飛んできますから、それをね殺すためにこのうまく接近戦にこの巻き込んでる戦い方をしてますね、はい。しかし左アッパーを突き上げました渡辺、ね、左アッパーもね渡辺君、はい、得意なんですよね。とにかく得意、左ストレート、得意のパンチです。これを受けては瀬川苦しくなります。大橋さん、瀬川サウスポーはどうなんでしょうかね。やはりこのアマチュア、キャリアありますから、はい、それを苦にはしてないと思いますね。なるほど。ただプロになっては2戦して1勝1敗というサウスポーの戦績です。本人は苦にしないと話していましたが、どうなんでしょうか。さあ瀬川は前に出てくる、右左とついて前に出てきます。ただ沼さん、はい、ここ2試合ほどのラッシュとはちょっと違う感じなんですが、瀬川どうですか。まあそうですね、右を当てました、はい、自分からその積極的に、よりその出番を叩くボクシングじゃ変わらないと思うんですよね、はい、左、はい、ただその渡辺のパンチもありますから、一発で特にその左ステップですね、はい、ボディです。一発パンチは気をつけないといけないということと、まあ、あの瀬川そのカウンターですね、はい、右でも左も非常にそのカウンターが打つのがうまいし、はい、それこそ渡辺は打たれるものさもありますから、その辺でその10ラウンドまでないんじゃないかという予想はしてますけどね、もちろん渡辺はすごいハードパンチャーなんですが、大橋さん、瀬川もパンチがないわけじゃないんですから ね、 そうですね、一発パンチはね、はい、左、もう同じ台だと思いますよ、やはり。あー、そうですか。パンチャー強いですから、はい。さあ瀬川は今日はちょっと足を止めて打ち合うという形です。足を止めてこうよーく渡辺を見て、あ、左アッパー、これは空を切りました。もう瀬川も最近その判定続いてますからね、もう完全にその倒してやろうってね、その気迫が見えますね、はい。まあ、とにかくこの後は世界しかないと言わせるような試合をしたいというふうに今日は話してましたんで、まあ、あの瀬川とっちゃね、はい、大事な試合ですからね。そうですね、大事な試合ですから。それと瀬川はこの試合によって波がね激しいんでね、ちょっと心配してたんですけども、まあこの1ラウンド見る限りこのいい調子でね打ち上がってると思います。はい、左、瀬川の左、逆に渡辺の左です。強いですね、パンチがね。しかしお互いにもうちょっと足を止めて打ち合うという形に第1ラウンドからなっています。さあ左、ちょっと今のはこう後ろにスウェーする形で、あっと、しかし受けている、受けている、ちょっとガクッときたか、大丈夫か、来ましたかね。聞いてないですか、聞いてないですか。緊迫感のある第1ラウンド終わりました。赤コーナー米倉会長、この試合が良ければ世界を考えると話していました。その言葉を瀬川も信じて、今日は KO をいい形で勝ちたいと話していました。ラウンド2、
さあ第1ラウンド瀬川の右から左と追っていきました。しかしその後渡辺もいい得意の左を入れてきました。まあ、そうですね、瀬川がですね、その打った後ですね、ガード下がってまっすぐ下がるわけですよ、はい、そこを左ストレートですね、はい、パンチもらったんですけども、ちょっとガクッとくる感じがね、ありましたね、はい、逆に前に出た方がですね、パンチもらわないで戦いやすいと思いますけどね、前に出た方がいいですか、はいはい、さあ前に出る左、この左はよく当たっています。ただ大橋さん、はい、まあ、戦う前はですね、もしかしたら瀬川こう足を使って本来のスタイリッシュなボクシングしてくるんじゃないかという予想もあったんですが、はい、打ち合ってますね。そうですね、まあ、やはりその先ほど言ったように、右、はい、距離を取ってますと強いパンチきますから、それが一番ですか、はい、それとあとやはり瀬川君がその KO を、ね、狙ってきてる試合展開ですよね、はい、しかしね、渡辺君の方がね、非常にあの打たれるところあるんですけども、非常に相手をね、よく見てるんですよね。これはちょっと相撲のようになってしまいました。スリップダウンです。渡辺はこれが2年ぶりの2度目の日本タイトル挑戦です。前回はバンタム中、バンタム級タイトル決定戦、その時はあんま場所も大阪だった、雰囲気に飲まれてしまった、そして減量の失敗があった。さあ左ボディに持ってきました。このあたりの反省が今回生きるのか。さあ瀬川ボディから顔面打ち分けます。渡辺君が左ストレートボディに打ってくるんですけどもね、はい、あれはすごくね生きてくると思いますね。うん、さあ瀬川が右です。右が顔面を捉えました。今度は左、ちょうどその渡辺その左ね、はい、ガード下がったところですね、このカウンターのようなパンチでよく渡辺が倒れますからね、はい、さあここはくっつく感じ、まあ、こういうパンチその狙ってもね、はい、そういうのがいいんじゃないかなと思いますけどね。渡辺どうなんですか、こう左を打った後ちょっとガードが下がりますかね。下がりますね、下がるとそのスピードが低くスピードが遅いわけですよ、はい、うまくカウンターにね、あーバッティングでちょっと切れましたね、ちょっと今画面ではご覧いただけませんが、左のまぶたのあたりが切れたようです。それほど出血は、ね、してないみたいですね。はい、レフェリーの判断はバッティングです。それほど血は流れています。ここですかね、この後もちょっと頭当たってましたが、さあ瀬川の右です。さあ慶応必死のこの一戦、さあ渡辺左左左左左、しかし右を首にかけてます。これはよくありませんね、反則ですから、はい、まあ、瀬川のちょっとね、はい、頭つけてラックファイトをつけてますから、はいはいはい、これにちょっとね、挑発に乗っちゃったところはね今あるみたいですね、はい、まあ、瀬川に関しましては、ここはうまく体を入れ替えます。瀬川に関しましてはちょっとクリンチが多かったり、そうですね、周囲は、はい、反則すれすれの、ね、はい、あの技を使ってきますからね、ただそれもテクニックという部分はありますね、まあ、キャリアから来るテクニックですよね、はい、瀬川も相手の一番いいところを殺しているテクニックだという話をしています。さあ左です。まあ、ここ何戦かね、はい、乱戦に持ち込むのがね非常に得意なパターンになってますよね、瀬川の方は。ただここ何戦かはとにかく、あーっと左左ストレート、顔面を捉えた。ここはクリンチでひっついていきます、ひっついていきます、スリップダウンです。さあ第2ラウンドも時間がかかりました。渡辺はその左ですね、右じゃなくてその左をね、ただその左かその右のね、返されると、もっとね強くなると思いますけどね、そうですね、はい、渡辺の左は本当に強烈です。一発もらうと瀬川がちょっと動きます。第2ラウンド終了です。チャレンジャー日本スーパーバンタム級1位、角組吉ジムの渡辺純一、人間狂気リーサルウェポンという形容詞がついています。今日もここまでその片鱗を見せている渡辺です。この左ストレート、これをまともに受けては瀬川苦しくなります。うまくまともにあのパッチをもらっているようですけども、はい、まあ、バックセットでね、外してますからね、はい、外してますか、はい、左アッパーを見せました。今度はボディから左フック、瀬川組このカウンターですね、はい、これは狙ってますよこのパンチは、はい、しかしそれを受けて渡辺は前に出てくる、後ろに下がりません。まあ、瀬川の方としてもですね、はい、渡辺君に右フックはないんでね、はい、その分戦いやすいんじゃないでしょうかね。ははははこれで、まあ、はい、この強い左から強い右フックがあったら本当に渡辺君もとっくにねチャンピオンになってると思いますよね、はい、まあ、渡辺も以前は、あ、左ストレート、まあ、以前はもう左一本でやろうと自分のスタイルを変えるつもりはないと話していたんですが、ここに来てやはり右の大切さも分かってきてるんですよという話もしていました。それでトレーニングは積んできているんですが、左ストレートは大きく空を切りました。うまくね、はい、瀬川がその駆け引きを使ってですね、まあ、はい、渡辺の持ち味ですね、まあ、出させてないようなね戦いですよね、具体的にはどういうところが、まあ、そうですね、得意
とそろそろ渡辺の左チェルトをですね、うまく外してですね、外して、自分のそのペースにね、持っていく攻撃のね、ペースで持っていく、はい、この辺はそのうまいですよね、あとはこういいのをもらった後、こうクリンチに行ったりという感じもありますし、そうなんですね、まあ、パンチのうまくその強弱をつけてですね、はい、はい、さあ今のは瀬川が右を狙っていく、あっと左、左ストレート離れ際です。本当に一瞬たりとも大橋さん目離せませんね、これね。本当ですね、両方とも本当にね、一発で倒せるだけのパンチをね、はい、お互い繰り出してますからね、本当に目の離せない戦いですよね。大久保さん、はい、青コーナーの渡辺陣営なんですが、はい、とにかく先々先手を打って相手にリズムを作らせない、こういったアドバイス序盤飛んでいます、はい、どうですか大橋、あーっと左ストレート、顔面を捉えました、セレアを打ち返します、はい、あーっと左ストレート、聞いたか聞いたか、ちょっとちょっと足元が重くなると、これはいけません、投げました渡辺、これはいけません、まあ、渡辺もね、はい、いやその落ち着いた方がいいと思いますよね、はい、相手が聞いてんですから、はい、しなくてもですね、ただ瀬川が十分あるんですから、瀬川がくっついてくるのをなんとか離そうという部分はあるのかもしれませんが、そうですね、あまりありますとね、減点取られちゃいますからね、そうですね、もったいないですよね、はい、せっかく効いたパンチを入れても、さあ瀬川右です、渡辺左、この左が、この左が効いています、効いています、効いてますね、はい、あーっとここもまた倒れました、ただですね、瀬川は救われてるんですよ、はい、左一方で逆にその右一方返されたら完全に今日負けですよ、はい、右がない分だけというのはありますが、ただ本当にすごい左だ、さあこれに打ち勝つにはもう大橋さん打ち合うという感じになってくるんですか、そうですね、まあ、怖いですけどもね、渡辺君の左ストレートを、はい、まあ、避けざまにね、右のカウンターですね、はい、ゲッパー、これしか逆転するチャンスは今ないですね、今のところね、瀬川もとにかく自分が対戦してきた相手で渡辺が一番強いパンチを持っているのは分かっている、ただ打ち合っても勝てるように練習してきたと話しました、さあ第3ラウンド、このラウンドは渡辺のいい左が、いい左が瀬川の顔面を捉えました、チャレンジャー渡辺すごい左、瀬川ここからどう出てくるのか、第3ラウンド終了です、さあ試合は第4ラウンドに入ります、チャンピオン瀬川はラウンド間も椅子には座りませんでした、さあそして渡辺、先ほど第3ラウンドにいい攻撃を打ちました、さあこのラウンド勝負をかけてくるのか、まあ沼津さんは前半渡辺がいい感じでいけばという話もね、はい、されてましたね、まあ、ただね、この展開は最後までやはりその逃げ場がないですから、徹底としてはやはり打ち合いますよ、打ち合いですか、はい、まあ3ラウンドですか、瀬川はそのぶらついたんですけど、はい、まだまだその逆にチャンスもありますから、大橋さん、はい、渡辺、まあ、ここまで負けた試合を見てみますと意外とダウンしてるんですよね、そうですね、打たれ強くはないんじゃないかという話もあります、ちょっとね、もろい部分もあるんですけど、はい、打ち合いだ、相打ちになった、相打ちですね、はい、今のどうですか大橋さん、まあ渡辺君の方がちょっと今聞いたと思いますね、そうですか、左でしたからね、右と左の相打ちになりましたが、渡辺の左、大熊さん、はい、チャンピオンサイドですがね、米倉会長の話ではちょっとチャンピオンの足が止まってきたのが気になると、それでアッパーを打つように指示を出していました、アッパーですか、第2ラウンドは少し足を使う姿も見られた瀬川ですが、先ほどのラウンド、そしてこのラウンドもちょっと止まっている感じは後輩出しますね、そうですね、またね、渡辺君の方がですね、はい、あの瀬川の足より外側にね、足を入れて、はい、自分の左ストレートがね、真正面に来るようにね、はい、立ってそこからあのストレート打ってるんですよね、はーはー、このポジションの取り方が、はい、渡辺君の方が今のところいいですね、はい、瀬川の右や渡辺を捉えました、さあ、しっかり作戦を立ててきた両女陣営ですが、さあまた左ストレート、これは軽く当たりました、今度アッパーから、まあ、中間強打ですと、はい、その渡辺の左ストレートですね、はい、思ったよりその伸びてきますから、はい、逆にその瀬川としては、はい、ここでの早田もですね、うん、自分そのチャンスは作れると思いますけどね、はい、さあボディを狙っていきました、さあそして懐に入ろうとしますが、渡辺がそれを阻止しようとしています、このラウンドはまだお互いに、おっと左ストレート、こう受けてはいけません、さあ瀬川も打ち返す、そして中に入っていこうとしますが、細かいショートのパンチを渡辺打ってくる、瀬川は左フック、左アッパー、左アッパー突き上げました、どうですか、左アッパー、この左アッパーはですね、ええ、あの効かないですね、相手のその出番を止めるようなその感じの打ち方ですから、はい、なるほどなるほど、はい、ただセコンドはかなりアッパーも使っていけというような話はしているようです、左ストレート届きません、渡辺、そうですね、渡辺君の方がストレートフックをね警戒してますからね、はい、このアッパーというのはこのね狙いどころだと思いますね、狙いどころですか、はい、はい、
まずそのアッパーが当たれば今度逆にストレート服が当たりますよね。はい、はい、一発当てておいてさらにという瀬川。あー瀬川左カウンターで今ね良かったですね、カウンターで狙ってました。はい、ね、当たればね、ダウンシュマン右、瀬川の右、そして渡辺の左。さあ瀬川押していく押していく、それをなんとか渡辺は外してという感じ。さあこのラウンドも時間がなくなってきました。さあ瀬川が先だ、右を当てました、左から右、離れ際右フック渡辺。第4ラウンド緊迫感のあるラウンド終わりました。さあ試合は中盤です。後楽園ホールは瀬川コール、そして渡辺コールが交錯しています。先ほどのラウンドのこの瀬川のアッパーです。まあまずは相手の出鼻をくじいて、その後いくつかフォローしたいところではあるんですが、瀬川ただ大橋さん、はい、瀬川瞬発力ありますしハードパンチをこう連打できる選手ですよね。そうですね、またねあのベテランらしくこのセコンドの指示通りアッパーをね、はい、打ったりね、はい、まあそういう冷静さもね、うん、持ってますからね。そうですね、そしていいパンチをもらってもその後の対処が非常にいい瀬川。まあ、あの中盤に入ってきたんですけども、はい、こういう戦いになりますと、はい、挑戦者の渡辺はその左でワンパターンのボクシングですから、はい、瀬川としてはですね、いわゆるその相手の攻撃読むことができますから、はい、有利な展開になってくることは変わらないと思いますね。なるほど、瀬川の方が有利になってくるんじゃないか。はい、大橋さんはどうですかこの後中盤から、ね、やはりこの中盤から終盤にかけてくると、はい、やはり瀬川の方がこのテクニック的にも上回ってますから、また渡辺君の方もあまり、ね、長いラウンド戦ったことないと思うんで、はい、ちょっとねその辺があの瀬川有利になってくるんじゃないかなとは思いますよね。そうですね、 KO 率が8割6分ですから、まあ、ほとんど途中で試合が終わっているという渡辺。さあ右フックです、右フック、やはりねパンチですね、怖いんですよね。はい、左ストレート、今ね瀬川右フックを、ね、警戒してませんからね、その辺りで予想外のところにパンチもらいましたから、もちろん左は警戒していたんですが、まさか強烈な右フックが飛んでくるとは思いませんでした。それをまともに受けてしまった瀬川、ちょっと足が止まっている瀬川。さあなんとかクリンチで逃れるか。あの右フックをね打たれたら本当に怖いですよね、はい、瀬川君としては、まあ、はい、まあ、初めて見たんですよね右フックですね、これまで、渡辺どちらかというと左左で倒してきましたが、強烈な右フックもトレーニングしていました。大久保さん、はい、青コーナーなんですが、はい、リングサインですね、あの坂本博之選手がいまして、はい、一言声をかけました、頭を振っていけと、はい、そういう指示を与えていましたね。はい、まあ、楠木美容師ジムは現在門指宝石ジムで練習をしているということもありまして、その門指宝石ジムの坂本選手も応援に来ているというリングサイド。さあ右フックがあるということになりますと、左ストレートもちょっとまた読みが展開が変わってくるんじゃないですかね。まあ、そうですね、ただその右フックですけど、その、とっさに出たようなね、感じだと思いますけど、なるほどね、まあ、そこまでその、はい、セカンドも、まあ、左落としてなかったか、はい、左を、ね、まともに出しちゃいけないですね、はい、ただ大橋さん、こう徐々に徐々にダメージが積み重なってる感じするんですがね。そうですね、ちょっと後頭部の方もね打たれてますんで、はい、これはなあの後からじわっと効いてきますから、あのパンチはね打たせない方がいいと思いますね、まさか渡辺大体ストレート、渡辺の右フックで流れが変わる、そんな感じもあります、まあ、あの右フック一発しか出してないんですけども、あれだけでね瀬川を警戒させるには十分のパンチですからね、そうですね、瀬川もだいぶ戦いにくいんじゃないでしょうかね。さあこのラウンド富木でもいくつか出してますね、今もカウンターで今、はい、かなり練習してきたのかもしれません。渡辺いい右フック、さあ終盤後半も流れをつかむんでしょうか。第5ラウンドが終了です。青コーナーの近くには坂本博之選手の姿も見えます。門指宝石ジムで練習をしている渡辺、まあ、練習仲間が応援に来ているという、前半はいいパンチをいくつか入れました。さあ試合は後半に入っていきます。第6ラウンドです。まあ、あの一発パンチとかね、はい、本当に瀬川よりですね、やはりありますよね。そうですね、右もありましたね、ありますね、僕もねパンチは同じぐらいかなと思ったんですけども、はい、こう見てますとやはり渡辺の方がね、はい、右左、はい、逃げた。しかし渡辺かまわず左ストレートで一発でお返しという感じ。瀬川もいいパン
チ、キレはあるんですよね、何発か打ってるんですけどもね、まあ、綿が一発、はい、バツンと打てばぐらつきますからね、そのあたりがどういうふうに、まあ、採点されているか、このあたりも微妙ではあります。あ、右、瀬川の右です。今の狙いはでもね、いいですよね、はい、いやでもこう見てますと瀬川も本当にいろんな方向から攻めてきますね。そうですね、ベテランらしくね、本当にいろんな角度から、まあ、はい、いろいろ、はい、ね、打ってますよね、はい、右、今度は右、この左、あっとちょっと受けました、瀬川左を受けました。しかし打ち返す、印象はどうしても一発で流れが変わってしまうんで、渡辺の方が強烈な印象を残します。まあ、渡辺がですね、しっかりとしたその右の打ち方ですね、できていれば倒されてますよね、それはありますか。さあ顔をつけて、渡辺も狙っている感じ、この距離ではなかなか渡辺強いパンチは打てません。ちょっと離れたところだと思ってるんでしょうか。さあこの距離、この距離、おっと瀬川が先に、先に左当てました、そして右アッパーをフォローしました。さあそしてボディです。こうやってくっついてくると渡辺としては非常に難しくなりますね。ショットのパンチ打てないですからね、はい、はい、小野さん、はい、あのくっついててもね、左の組みと左のアッパー打ってくるんでね、菅谷の方もだいぶちょっとあのこの距離は菅谷も結構得意な距離なんですけども、はい、あの左アッパー打ってきますんで、少しね戦いにくそうな、なるほどね、表情してますよね。それを警戒しながらという瀬川です。おっと右へ持っていきました、うまく当たりません。ああ、離れ際、危ない危ない、左を思いっきり持ってきました。瀬川は右左と持っていった、後ろに下がる瀬川、前に追っていく渡辺、さあ攻撃的に、ちょっと今も後頭部のところね打たれてるんですけどね、あれ、あのズシーンとね、後々ね効くんですよね、いいパンチは。とにかく渡辺はクラスを上げて2年間で6戦5勝1敗、去年はなんと4戦4勝4KO と絶好調でこのチャンスを迎えています。年齢は27歳、これがラストチャンスと話していました。まあ、瀬川の方が32歳と年齢は上なんですが、チャンスはそれほど巡ってくるとは思いません。これが最後のチャンスと思ってやらないとという話をしていました渡辺。また左、さあこの第6ラウンドはもう時間がありません。第6ラウンド試合が終了しました。瀬川はどうも思うように試合ができていないのか、ゆっくりと赤コーナー、日本スーパーバンタム級のタイトルマッチ、残すラウンドは3つになりました。チャンピオン瀬川2度目の防衛戦、そして世界に向けても非常に大切な試合です。ここまで大いに苦戦している感じの瀬川です。一方チャレンジャーの渡辺、これがラストチャンスと背水の陣で臨んできました。さあまた最初のパンチは瀬川が当てていきます。さあ瀬川はくっついてくっついてという戦法のようです。とちょっと自ら膝をついた形になりましたが、まずはさあ、はい、まあ、こうやってくっついてというのが一番いいわけですかね。まあそうですね、あの中間距離からのその渡辺の左、はい、左、はい、うん、はい、ね、今の左は良かったですね、瀬川ね、左左って良かったですよ、はい、まあ、くっついて戦った方がですね、まあ、あの瀬川としては戦いやすいですね、はい、左はオープンになりました。ちょっと渡辺君効いてるんじゃないですかね。効いてますかね、ちょっとね、はい、ちょっと動きが違います、ね、ちょっと動きが違います。しかししっかりと瀬川の動きは見ている。渡辺の手数がこのラウンドは最初減っています。今右持ってった、はい、お互い今チャンスですね、このラウンドは、はい、はい、さあもう残すラウンド3つ、第8ラウンドに来ました。大橋さん、スタミナの面ではどうですか、両者、まあ、両者ね同じぐらいだと思いますね、はい、あっと、ああいう打ちですね、はい、左、さあもうこうなったら、はい、このラウンドね両方ともね効いてますね、うん、わ、だから両方ともチャンスですからね、勝負のラウンドですね、この回は。大熊さん、はい、青コーナーなんですが、リングサイドの坂本選手に再びお話を伺ったんですけどもね、やはりですね、こちらペースはあるんですけれども、瀬川選手非常に試合巧者で連打させないところがうまいと、はい、まあ、勝つためには細かい連打をいかにこっちが出していくかという話をしていました、はい、今も左一発、左一発、この後フォローしたい、それで右があったらという話が、ね、何度も出ているんですが、ただ右フックもいいの今日は見せました渡辺、まあ、それもやはりその渡辺ですね、はい、基本的に右の使い方がですね、まだできないですよね、その分かなりですね、はい、瀬川も助かったと思いますよ。なるほどね、そのあたりの右の使い方、まだまだ勉強しなくちゃという話は渡辺していました。あっと瀬川は左から右アッパー、
これで渡辺のその右の使い方ね、はい、覚えると鬼に金棒ですよ、このラウンドですね、はい、あの瀬が左フックをね、うまくポイントにして、はい、うまく攻めてますね、まあ、そうですね、まあ、その左フックを警戒させて今、ね、うまく右に当てましたけども、そうですね、この回は非常に考えた瀬川にとっていいラウンドですね、はいはい、さあ後半になって終盤になって瀬川のベテランさん、テクニックのあるところを見せています。米倉会長も後半になればなるほど瀬川のうまさが有利になってくるんじゃないかという分析をしていました。それはですね、渡辺の左ストレートをこの右に、ね、サイドステップして右カウンターを打ちたいんですけども、はい、瀬川左、右、渡辺カウンター左引く、左まで、その左ストレートに瀬川ちょっとね反応ちょっとね鈍いと思いますね今のところね。あーなるほどね、最初からそうでしたけどもね、いくつかまともに受ける場面もありました。さあここで第8ラウンド終了です。このラウンドは瀬川うまく左フックを使いました。いい攻撃も見られました。第8ラウンド終了です。赤コーナーの周りは瀬川の応援団でいっぱいです。瀬川コールが起きていますが、反対サイドではもちろん渡辺コールも起きております。さあ残すラウンドは2つ、第9ラウンドです。チャンピオン瀬川ベルトを守れるのか、それとも渡辺ベルト奪取になるんでしょうか。ラストチャンスと話す27歳渡辺、後半になればなるほど瀬川の方が有利という予想もあったんですが、まあ、そういう展開にはなかなかなりませんでした、はい。まあ、あの瀬川としてはですね、やはりそのくっついてですね、その揉み合うようなね、はい、戦いやった方がですね有利な試合運びすると思いますよ、はい。ただ先ほどの8ラウンドあたりから渡辺の攻撃がですね、はい、ちょっと違うような気がしますね。左利きですね、すごい簡単でしたね、すごいカウンター当たりました。まあ、瀬川このね、手の出し方、戦い方でいいと思いますよね、瀬川はこれでいいですか。渡辺のその持ち味の中間距離から左ストレートが生きてこないですから、まあ、相手のそのパンチを殺す意味でもいいんじゃないですかね。はい、左ストレート、瀬川もこの左フックをね、ベースにね、の攻撃を変えてきたんですけども、はい、それがね、がっちりね、当たりましたよね。そうですね、やはりダメだと思うといくつも攻撃パターンを持っている、このあたりが瀬川の強さかもしれません。オリンピックも経験しています。あーまた左です。そして交通事故の後遺症もありました。かなり悩んだ時期もありました。21ヶ月をブランクから復帰して、復帰した直後は永久トーナメントで負けるという場面もありましたが、またまたチャンピオンに復活してきました。ここで負けるわけにはいきません。盛んにこの左フック当たってますから、はい、今度右ストレートをね、まっすぐでもね、まあ、必ず当たると思いますよこれは、はい。しかし渡辺も左を狙っている、得意の左を狙っている。先ほどの第8ラウンドあたりからチャンピオン瀬川はやーっと今のはレフェリーが負けようとしたところではありましたが、まあ、でも瀬川もちょっとね、はい、油断するとこあるんでね、はい、ああいうとこ危ないですよね。そうですね、はい、しっかりと見ていなくてはいけません。さあ第9ラウンド、しかし瀬川が行くと渡辺も返します。ただ渡辺がこう一発で印象を大逆転という場面はここでは見られません。レフェリーがまた、あ、また頭も当たりましたか。まあ、これだけ接してくっついてますとですね、はい、いくらその渡辺のパンチがあろうとも、はい、いや効かないですね、まだ 手が出ないですよね、はい。ちょっと渡辺ね、左大振りになってますから。そうですね、はい、左をね外されて右カウンターを打たれたら、非常にダメージ受けますからね。はい、右です、うん。渡辺ちょっと疲れたんですかね、スピード手数なくなってきたような感じしますね、まあ、あとは採点になると微妙ということで、一発狙っているというのもあるのかもしれませんが、右です、右フック。渡辺は半年前から香織さんという彼女と付き合っているそうですが、非常にいい彼女で、とにかくチャンピオンになるのが2人の夢だと話しておりました。今日はリングサイドにも応援に駆けつけています。その彼女のためにも頑張らなくちゃいけないという話をしておりました。さあ打った後瀬川がくっついてきます。この当たりが瀬川相手の一番いいところを殺すテクニックでもあります。第9ラウンドが終了しました。チャレンジャーの渡辺純一が一番大切に思っている人、彼女の香織さんです。チャンピオンになることが2人の夢、彼女がいるから頑張れるという話もしておりました。さあチャンピオン瀬川に対してラストラウンド、
根君の方もね、はい、最後、まあ、手出しっぱなしでいいですからね、はい、攻めたいところですね。さあ最後まで攻めることができるか渡辺純一、強烈な左のパンチを持っている瀬川、ボディです。うまくフェイントを使ってボディだ。でもやはり米倉会長が言っていましたが、中盤になればなるほど瀬川のうまさは見えてきた試合ではありますね、これね。まあ、そうですよね、中間距離で戦わないで、はい、いわゆるその接近戦でね、はい、うまくその戦って、相手 の, その持ち味のね、パンチをそのうまく殺してですね、はい、戦ってますから。そうですね。ただ、最初渡辺の左ストレートを受けるときは大丈夫かと思ったんですが、そのあたりからうまく自分の持ち味、いろんな攻撃を見せて、いいところを掴んできました瀬川節夫。さあ米倉会長も心配そうに見つめています。まあ、判定になっても多分微妙になると思いますが、ただまだ分かりません。お互いに一発パンチがあります。最終ラウンドを狙って左右、右フックいいですね。右入った右入った右入った、渡辺の右フックが入りました。今度は左、でもこの渡辺に右フック、これだけ強烈な右フックがあるというのはびっくりしました。さあ最終ラウンド半分を過ぎようとしています。まあ、渡辺君ね、8ラウンド、9ラウンドちょっと元気が、ね、なかったんで、はい、この回本当に思い切ってもらいたいですね。判定も微妙になると思いますし、ね、しっかりこの10ラウンドを取ったというのは左だ。渡辺左見せたい両者ではあります。瀬川2度目の防衛戦、渡辺2回目のタイトル挑戦。さあ瀬川くっつけて必死の競争だ。渡辺も細かいショートのパンチを打っていきます。さあ離れました、残り1分。この左フックが終盤生きてきました。瀬川いい形で当たっています。今度は右を持っていった、今のは相打ち当たりませんでした。さあ渡辺のいいところをこうやって殺している。もう細かいパンチを打つしかありません。渡辺残りが30秒になります。このラウンドも瀬川が相手のいいところを殺している感じだ。さあ渡辺としてはちょっと距離を取りたい。今頭でね、押し込んでますからね、はい、うまくですね。さあボディです。そうするとどうしてもその渡辺手が出ないし、打てないですからね。うまく抱えて戦いますね。瀬川の細かいパンチか、はい、左渡辺のね、この長距離の強いパンチか、はい、難しいところですね。採点でも微妙ではありますね。レフェリージャッジはどう判断しているか、これが一番です。このタイトルマッチはジャッジ3人が採点をしております。森田さん、手崎さん、伊達さん、この3人がどう判断するんでしょうか。ジャッジペーパーはもうすでに集められている。チャンピオン瀬川か、それともチャレンジャー渡辺か。期待と不安が後楽園ホールに交錯しています。スカッとした KO 勝ちを収めて世界に向かいたいと言っていた瀬川の夢は叶いませんでした。さあ答えが出ました。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジ森田86対86、ジャッジ伊達同じくジャッジ手崎87対86、勝者青コーナー新チャンピオン誕生です。2対0わずか1ポイント差。渡辺純一ラストチャンス、見事新チャンピオンになりました。見事新チャンピオン瀬川敗れました。残念瀬川。財団法人日本ボクシングコミッションにより認定賞の授与でございます。この結果はどうでしょう。まあそうですね、うまさで駆け引きで瀬川だったんですけど、やっぱりそのパンチの差だらけですね、これがそのポイントにつながったんじゃないかなと思いますけど、はい、今写真が高々と掲げられましたが、実は楠木三好ジムの会長の、奥さんが去年の11月ですか、はい、がんで亡くなって非常にこの試合楽しみにしてたんだけれどもという話で、今日は会長がその写真をポケットに忍ばせていたということですね。それを高々と上げた
この試合を振り返っていかがでしょう。そうですね、やはりこの一発パンチのね、一発パンチがあの瀬川のテクニックをね、抑えて勝ったという感じですよね。またこの8、9ちょっとね渡辺君元気なくなっちゃったんですけども、はい、10ラウンドね、はい、盛り返しましたんで、この最終回っていうのがね、はい、大きかったんじゃないですかね。ただ本当に微妙な採点ではありました。ジャッジの森田さんは86対86でドローでした。そして伊達さん、そして瀬崎さん87対86わずか1ポイント差、渡辺2対0ということで、この表情大喜び、ラストチャンスを生かした渡辺純一、さすがパンチがあるというところを見せつけた試合のように思いました。新チャンピオンになりました渡辺純一、大喜びです。日本一になりましたが、次の目標をお聞かせください。そうですね、もう次の目標って誰を倒すとかそういうのじゃなくて、もう決まった試合をもう一戦一戦、もう新人戦の頃からずっとそうだったんですよ。あとは絶対言わなきゃなんないですけども、今日は僕の試合を見て、外は大変寒いんですけども、暑くなったと思います。その辺で美味しいビール飲んで帰ってください。今日はどうもありがとうございました。